M59 装甲兵員輸送車は、アメリカ合衆国の装甲兵員輸送車である。1954年春に軍務につき、M75 装甲兵員輸送車を代替した。本社には、M75 を超える三つの主な長所があった。それは、水陸療養者であったこと、停止制であったこと、かなり低廉に生産されたことである。1960年に生産終了するまでに、 約6300両が製造された。派生型として M84 自走迫撃砲がある。M59 は任務を M113 走行兵員輸送車とその系列車両によって代替された。M75 を代替するための開発作業は1951年の後期に開始され、フードマシナリーケミカルコーポレーションがこれを担当し、 試作車両が数量製造された。これらのうち最良の性能であった T59 が選ばれ、1953年5月に形式を M59 と定めた。FMC には製造契約が与えられた。コストダウン維持の指示から、大型で強力なエンジン1機の代わりに、この車両は小型で低出力の民生用トラックエンジンを2機使用し、車体の両側面に1機ずつ装備した。 この駆動システムは信頼性が低く、また本社が発揮する走行防護能力は M75 に比較して減らされており、これらは本社の主な欠点だった。この車両は溶接組み立てされた構成車体を持ち、走行圧は上五セが 0.95cm で底面が 2.49cm である。他の部分はこの中間の 1.59cm 圧になった。 全体的には、やや広くて平板な側面と角を落として、どんめられた前面を持つ。本社には大きなコンパートメントが一つ設けられており、操縦士がその前方左側に位置し、社長は彼の右側に着座する。操縦士には操縦用として、M19 赤外線アン視ペリスコープといくつかの M17 ペリスコープが装備されている。社長用に、 M13 級ポラが設けられており、12.7mm 重機関銃 M2 が装備され、また弾薬2205発が車内に搭載された。車長と操縦士の後方には10名の兵員用として車両の側面に沿って並べられた2機のベンチが設けられている。これらのベンチはジープ1台を搭載する空間を作り出すために格納できる。 平員用区画の両側面には、スポンソンが設けられており、この内部に、車両の駆動機構が収納された。駆動機構は、2機の GMC モデル3026、気筒直列ガソリンエンジンから構成され、両方とも、毎分3600回転において146馬力を出力する。エンジンは両方とも、油圧式の三百一 m g トランスミッションに直接接続しており、 前進4足、後進1足に変速できる。初期型には MG300 トランスミッションが用いられた。ソーダは操縦士席のステアリングレバーにより作動することで操縦された。早期部分は全部の駆動輪で動かされる。両側面に5個ずつ天輪が設けられ、上部天輪を3個付けられている。本社には、 トーションバーサスペンションが採用されており、ショックアブソーバーが最初の天輪と最後の天輪につけられていた。本社の路上最高速度は時速 51km であったが、これは前作の M75 よりもかなり遅いものだった。ガソリン511リットルが傾向され、航続距離は約 150km が与えられた。本社は 水陸両用として設計されており、すべてのハッチとドアはゴムで水密されている。トリムベーンが一気与えられており、水上では最大速力時速6 9トルを発揮する。兵員用として、車両後部には下ろし下用のランプが設けられており、これには脱出用のドアも付属して組み込まれている。また、車両上面にもハッチがいくつか設けられている。 M59A1 型とは、社長用重等がない点が異なる M59 装甲兵員輸送車 D 再支部。ありがとうございます。